私が娘さんに似ていると思うんでしたら、本当の親子かどうか DNA 鑑定をされたら。私のことでしたら駅の向こうにある大学病院の精神科の近藤先生に聞かれたらいいわ。わかりました。一度その先生を訪ねてみます。いいえ、私はご迷惑でなければお付き合いをさせていただきたいのです。家族のように。家族のように。あの鏡割れています。あなたが割られたの？ええ、ヒステリーを起こして。美和もそうでした。